ちょっと気難しいので、特に後ろから行くとね、嫌がるんですよ。このお兄ちゃん何やっても大丈夫だから、もうどこ触っても大丈夫。そうなんだ。本当にあの穏やかです、こっちは。ね。上がった、上がった。こっちが絨毯です、ほら。本当だ。こりゃこりゃ。すごい。みんなね、気持ちいいでしょ。ねえ、でもほら、伸びてるの分かります。縦にこう入れてくださると。あ、だいぶあれですね。ね、これ、地肌が見えるほど切ってたんですよ。あ、本当だ。こんな短い時間にまた、あ、なんか遊び出した遊んでる。これね、兄弟だからね。そうなんですか。そうなんです。今、丘の上にいるのがね、パパなんです。んね、あそこにいるのがお父さんで、9歳なんだよ、もう。
していますが、絶対番号3番の大和くんと5番ガク君が一緒に走っています。はい、ですが今絶対番号1番北斗くんが抜かしました。ですがみんな横道に出てしまいます。でも北斗くんが入ってきました。北斗くんが絶対走っています。大和くんは先生離脱です。はい、というわけで、あれ北斗くんがゴール直前で曲がってしまいました。あれちょっとすみません。あったあった。誰誰なんてことでしょう。リカちゃん取り合いだよ。リカちゃん。リカちゃん取り合い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 。リカちゃん。リカちゃん。リカちゃん。そんなの初めて。ゴールにならない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 。絶景番号1番ホットくんの1位です。ゆうちゃんやった。ご覧いただきありがとうございました。今回の1位は絶景番号1番ホットくんです。やったー。では本日は戦いに